お金のいらない国といいますかね、その今歌では財産のない世界っていうふうに訳してあったんですけど、直訳すると所有のない世界っていうのを歌ってたんですね。所有という概念のない世界っていうのはもうお金がいらない以上にすごい世界だと思うんですね。まあね、所有っておかしなものなんですよね。お金を出して買ったんでなんとなく自分のものだと思ってるっていう錯覚なんですよね。まあ何にしろこう地球上の資源が何らかの誰かのこう力というかエネルギーというか、まあ、手を経て形が何か変わって自分の手元にそばにあると。もうただそれだけのことですね、所有というのは。ですから別に自分の一部でもなければ、まあ、たまたまそうお金を出したから、まあ、この社会ではその権利みたいなのあるかもしれないけど、所有っていうのは本当にこう幻想って言いますかね。でお金出して買って自分が所有してると思うとなかなかこう人の声とは上げられないという。またあのあんまりこう上げちゃいけないみたいなものもね、お金だって入ってあんま上げちゃいけなかったりするわけだったり、するんですけど、本当にややこしい話になってしまうということですよ。本当にこの不思議な社会ですね。みんな思い込まされてるっていうか、だからそういうことをこう想像してみる。この社会では当たり前だっていうことを そうかちょっと思ってみる。まあ、だからといってね、この社会に逆らって生きるってことではないんですけれども、一応この社会で決められた中で生きていかないと、なんか捕まったりしても嫌ですから、つもりは私もないんですけど、まあ、でもね、だいぶ気が楽になるんですね。お金って何なのかとかってことをいろいろ考えてみると、あんまりそれをこう中心にしなくても、なんとなく生きるのが楽になってくるって言いますか。まあ、ちょっと考えてみていただければと思います。で、お金のいらない国になったらこんな風になるかなっていうことを考えて作った歌があります。これは私が作ったんで、どこで歌っていただいてもいいんですけど、お金いらない国になったらこんな風になるかなっていう歌です。ちょっと聞いてください。お金のいらない国になったら、やりたい仕事をすればいいよ。自分のできることを見つけて、誰かのためになることをしよう。お金のいらない国になったら、持ちたいもの持てばいいよ。誰でも何でも捨てなくていいよ。いらなくなる。